世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日も東京からお話をしたいと思います。聖書の箇所はルカの福音書の 1-60。 ヨハネという名にしなければなりません。ここからお話をしたいというふうに思います。私はある時チームでアメリカに行きました。このアメリカのチームは非常に印象的なチームで、ロバート・ユイン兄弟とかイデ・コラマ兄弟と初めて出会ったチームだったんですね。そしてですね、ちょうどロバート・ユイン兄弟のメッセージを、みんなで聞いている時のことでした。日本から突然連絡が入ったんですね。そしてですね、その連絡は2番目の子供が生まれた男の子ですという連絡でした。今私の2番目の子供ベニ君が生まれた、その連絡だったんですね。しかし私は予想してませんでした。なぜなら予定日よりも2ヶ月ぐらい早く生まれてしまったからですね。そしてですね、その報を受けて、そしてですね、私はロバート・ユインのお話を聞いていたんですね。で、その時神様が私のうちに語りかけを与えました。この子の名前をベニヤミンにしなさいと、こういうふうに語りかけを受けたんですね。私はこれはまずいと思ったんですね。なぜまずいと思ったのかというと、そういう名前の子供は日本にいないからです。いじめられても困ると、こういうふうに思って私は違う名前を祈り始めました。どうぞ神様、名前を与えてください。そしてベニヤミンではない名前を意識しつつ祈り始めました。そうしましたら、祈りの、この集会の途中で突然一人のチャップレンが立ち上がって私に向かって予言したんですね。あなたの名前、子供の名前をベンジャミンとしなさいと。私はと思いました。それは私が語りかけを受けたがまさにその名前であり、私はそのことを誰にも言っていません。この予言したチャップレンが分かるはずもないのですね。これはベンジャミンかな、まずいぞと思ったんですね。で、私はですね、それゆえ違う名前、違う名前というふうに祈っていったんですね。そしてですね、日本に帰りました。で、早めに、帰ってチームを後からやってきた、帰ってきたんですね。そしたらチームの人たちが、赤ん坊に対してベンジャミン君のためにというお土産をかけ、持ってきたんです。余計なことをするなと私は思ったんですね。でも私はベンジャミンという名前を受け入れられないでいました。それで私はですね、私の妻に否定してもらおうと思ったんですね。ベンジャミンっていうと、反対するに違いないと。そしたら、妻と共に違う名前を求めればいいと、こういうふうに思って、で妻に言ったんですね。そうしましたら妻は言ったんです。神様がつける名前をつけた方がいいと。私はと思いました。追い込められてきたんですね。で、そうしましたら予言を通して神様が言われたんですね。神の名前をつけなければ名前の実質が現れない、こう言われたんです。で、ベンジャミンの名前の実相を調べてみますと、幸運、優れたという意味でした。こういう名前の実質が現れないとまずいというふうに私は思ったので、最終的に私はですね、決心し、そしてベニヤミンという名前をつけたんですね。そしてその後非常に驚きました。それは何かっていうと、その実質がまさに現れてきたんです。ベニヤミンと行くとくじに当たるっていうことをよく私の妻が言っておりました。私、非常にこの子は幸運な子で、労務者みたいな人が向こうから歩いてくると、そのベニヤミン君の顔を見て、おい、こういう子は昔よくいたもんだ、小遣いとか、突然抱き上げて小遣いとか、そういう考えられないような事柄が次々と
起こっていました。幸運だったんですね。しかも足も速いし勉強もできたのです。優れたという事柄が現れてきました。まさに名前の実質が現れたのです。そしてその実質が現れた第一のポイントは何だったかと言いますと、生まれた直後のベンジャミン君の病だったんですね。脳障害で知能が発達せず、さらに体の機能が動かないというふうに、このように宣告されたのです。もちろんそういう中で素晴らしい神の栄光を表し、優れた神の祝福を表している方々はたくさんいます。しかしベンジャミンは違った意味でそういうふうに神様が導かれたのですね。彼は癒され解放され、そしてですね、違った意味での優れたというその体質を表せるようになりました。私はですね、私たちが神の言われた名前をつけたことが、そのベンジャミン君の運命に大きなポイントであったということを思っております。名前は聖書では実質を表すということを表しています。また私は名前は単に付けられただけの話ではないと思っています。名前は私たちの人生とか運命に関わってくるというふうに感じるんですね。神からの名前は特別な名前だと私は感じています。どうもありがとうございました。